はい、こんにちは、あやむです。今日はですね、こちらのライフノートのレビルを買いましたので、こちらをシステム手帳につけていきたいなと思います。そしてこちらのリフターですね。これは下敷きみたいなやつになるんですけども、これも買いましたので、実際に手帳につけてどういう風になるかっていうのをご覧いただきたいなと思います。まずはこちらのライフノートの方からつけていきたいと思います。こちらのライフノートですね、一般的なよく見るのは普通のノートのタイプだと思うんですけど、こういう感じで穴が6つ開いている6穴用に使えるライフノートもあります。なのでシステム手帳とかに使いたい場合にはこちらのライフノートを買うといいかなと思います。はい、取り出すとこういう感じになります。でこちらですね、表紙がこういうふうに外れるようになっています。普通のライフノートはもちろんノートなのでこれが表紙になってこういうふうに開くと思うんですけど、システム手帳版はこちらがこういうふうに外れる仕様になっていて、外すといわゆる普通のノート、こちらは方眼のタイプなんですけど、方眼のノートが出てきます。最初僕これ見た時に、あ、表紙外れちゃうんだって思ったんですよ。ライフノートってこの表紙に惹かれて買う方が結構多いんじゃないかなと思ってまして、やっぱりこの表紙をつけてノートを運用したいなと思うんですよね。ここに説明書きにですね、ちゃんと書いてありました。表紙は折り返し部分で切り取りファイル用の扉としてお使いいただけますということで書いてあります。なのでここの部分ですね、切り取ってもらってこれを表紙としてこういう感じで使うこともできますよってちゃんと書いてあります。なのでまあここにもね、ちゃんと穴が開いているということなので、リフィル用でこういうふうに買っても表紙はちゃんと使えますということなので、この表紙を使いたい人はね、ちゃんと使えるのでご安心いただければなと思います。ただまあ切り取り線とかがあるわけではないので、カッターで切るなりして自分でここはカットする必要があります。はい、ということで早速こちらをシステム手帳に組み込んでいきたいと思います。で現在週刊ダイアリーがここに普通に入っているので、この一番後ろですね、終わった後にこちらを入れていこうかなと。で一番裏側に台紙が入ってますので、これはこのまま入れてもいいと思いますし、いらない場合は抜き取ってしまっていいかなと思います。今回台紙を抜いた状態で入れていこうかなと思います。でこちらが100枚タイプなので、え、結構分厚いですね。今回僕が使っているのは19ミリのファイルリング穴になりますので、100枚、200枚ぐらい入る仕様になっています。はい、こういう感じで完了しました。こちらのライフノートはですね、こちら A5 サイズの方眼が 5 ミリになっています。なので方眼一つ一つが比較的大きくなっているので、文字を書くときにこの方眼に沿って書くと結構文字が書きやすかったりします。もちろん図も書きやすいかなと思います。方眼によっては 3.5 ミリとかのものもあるので、それよりも僕個人的には5ミリの方が使いやすいのでこのライフノートを選びました。で表紙を組み込む場合には、ここに今ちょっとまだ切ってないんですけど、一旦ちょっと雰囲気でこういう感じっていうのをお見せするためにつけたいなと思います。ここが切らないとダメか、ちょっとやっぱ一旦切りますね。で先ほどお伝えしたように、ここに点線とかが入ってるわけではないので、こういう定規とかで自分で切る必要があります。
はい、これで切ることができましたので、これを表紙として使っていきたいなと思います。はい、で表紙をつけるとこういう感じになります。やっぱり表紙つけると断然雰囲気が変わりますね。で、前半はこういう感じで週刊のダイアリーが入ってまして、で週刊ダイアリーが終わった後にライフノートを入れる感じで運用していこうかなと思っています。やっぱりこの表紙が入ると雰囲気が出るのももちろんなんですけど、このメモと週刊スケジュール帳の境目がよくわかるので、パッと見た時にこっからメモなんだなっていうのがわかりやすいですね。で、閉じて、全体を閉じて横からこういうふうに見た時もちょっと今埋もれちゃって分かりづらいかもしれないんですけど、こういう感じですね。オレンジ色がすぐにパッと目につくので、そうするとすぐにノートがメモ帳が開けるようになるので、そうですね、こういうふうに見ると分かりやすいかな。アクセスしやすいっていうのもこの表紙をつけるメリットですね。なので一般的ないわゆるレフィルのメモだとこういう表紙がついてないパターンが多いので、単純にこれだけなので、この境目を分かりやすくするためにもこのライフノートのこういう表紙の使い方は結構便利なんじゃないかなと思います。まあ、見た目だけじゃないっていうことですね。ライフノートがこちら100枚と、こちらのスケジュールがおそらく50枚60枚ぐらいなので、現在約160枚ぐらい入っている状況です。それでこれぐらいの厚さになっています。で、先ほどお伝えしたように19ミリなので、大体リフィルは200枚ぐらい入るようになっています。なのでこれで閉じると大体分厚さがこれぐらいになりますね。結構分厚いです。で、重さもね、やっぱり結構重量があるので、システム手帳を使ってるなっていう感じが味わえます。一方でやはり重くなってしまうので、持ち運びにはちょっと不便かなと思います。こうやって上から見るとまたよくわかりますね。このオレンジ色の表紙がこっからだっていうのがすぐ一目でわかるので、メモ帳へのアクセスもしやすいのかなと思います。はい、で、ライフノートを入れまして、次はこちらのリフターを入れていきたいなと思います。で、リフターっていうのは僕も実はあまり知らなかったんですけど、下敷きになる以外にも、ここにも書いてあるんですけど、用紙の回転をスムーズにさせる表紙と書いてあります。要するにこれを入れることで中に入っている用紙の動きがスムーズになるということなんですね。これを入れるだけでそんな風になるのかってちょっと不思議なんですけど、ちょっと実際に入れていきたいなと思います。で、表紙なのでまずやはり一番先頭に入れるのがいいかなと思いますので、ここに1枚と裏表紙に1枚という感じで入れていこうかなと思います。で、中を取り出すとですね、艶消しのもうなんてことのないいわゆる下敷きのような、薄いシートになっています。プラスチックのタイプですね。はい、紙よりもやっぱりこういうプラスチックの方がしっかりしてるので個人的にはいいかなと思います。こちらをじゃあ入れていきたいなと思います。で、余談なんですけど、今レフィルをこう入れた状態だと結構もうリングがギリギリですね。なのでもうこれが限界という感じがします。で、表紙も入れるともう余裕がほとんどないぐらいになっちゃいますね。19ミリなのでちょっとギリギリな感じがします。はい、今入れるとこういう感じになります。表紙がこういうふうにあるとパッと手帳を開けた時に黒が入ってくるので閉まった感じになりますね。はい、そしてページの最後にも今度はこちらの裏表紙ですね。はい、こんな感じで入りました。で、入れた感想としては
やはりこれがあるのとないのとでこの可動の動かしやすさがだいぶ変わる気がします。不思議ですね。まあこの辺はあまりページの途中は関係ないのかもしれないですけど、結構リング穴ギリギリ入りなんですけど、全然これを入れることでページのめくれやすさは全く問題ないという感じです。非常にめくりやすいですね、はいはい、ということで今回はこちらのライフノートの方眼タイプのレフィルを入れてみました。あとこちらですね、表紙リフターを入れてみました。これからこういう感じで少し運用していこうかなと思います。でまた新しいアイテムとか運用の方法が変わりましたら随時動画でお知らせしていこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。